岸田総理大臣は自民党の茂木幹事長と会食しました。夏の参議院選挙の選挙区情勢や終盤国会の対応をめぐり意見交換をしたとみられます。会食いかがでしたか？結構長い時間話しました。長いいろいろな課題がある、率直に意見交換というかいい会話できた、楽しかったです。会食は茂木幹事長からの呼びかけでおよそ3時間半ほど行われました。夏の参議院選挙の選挙区情勢や補正予算の審議など終盤国会の対応についても意見交換したとみられます。また23日に行われる日米首脳会談をはじめ外交・安全保障についても話題になったとみられます。